3になりました。いや下が1人と同い年が3人、はい、なんか楽しいです。同い年3人はいつも運転できるようになって駅までみんな送ってます。あ本当にみんなで帰ってます。フェス入った時に喜びに行ったら8番の中島選手の足に引っかかって動画の外に行っちゃったりとか方にこう喜びに行った後に焦げてるとか点数入った時に焦げてるとか多いんでそういうとこですね。あと、まあ、でもプライベートではそんなに焦げないんですけど、まあ、でもあの雪の上でも転ばないです最初に行くんですけどみんなもう嬉しいのかあの次の人次の人行くのであの弾かれてます結構試合まで期間も空くのでフィジカル強化というか試合に向けて上位の優勝に向けてみんなで高めているところです。ありがとうございます。もうそのコメントだけで頑張れそうですそうですね、なかなか春高来てからもそうですし、もともと始めた時から厳しい状況でずっとやってきてて満足いく選手生活ではないんですけど、やっぱりその日本一になるために自分が上手くなるために今のこの状況があるのかなということで、もうどんな時でも自分のレベルアップのために見ながら目的見失わないようにやっていこうと思って頑張っています。なんで今このコメントいただけてすごい嬉しいです。力になります。バスタイラー初めて10年ちょっとになるんですけど、最初は知識がないところから始まって、その時に藤田敦美さんにのチームでバスタイラー始めたんですけど、そうここではもう無知なところで知識ってところですごい苦しみに、知識がちょっとついて引き出しが増えてきてからは年を重ねてるんでちょっと若くないなっていうところで苦しみとかそんな状況であまりマッチせず今の状況があるのかなと。そうですね、やっぱりその今まで出会った尊敬する方々に少しでもフィーバーした自分を見てもらいたいなと、成長した自分を見てもらいたいなと思って思ってます。セレモニーは難しいかなと思うんですけど、優勝イベントみたいなのをやれたらいいなと思います。検討します。そうですね、まあ、ちょっとタイミングを見てリアルイベントができそうなら前向きに検討してみて、まあ、無理でもリモートで何かできればと思っています。ありがとうございます。5年目かな、エリさんです。小学校の時にコーチしてくれてて、でアルコサルに参加して、はい、やってて久々に再会してやらないのかって言われて、はい、練習行ってみますって1回練習行ったらになりました。試合の速報だったりストーリーとか上げてって言われたら上げたりっていう担当をしてます。お子様の心配はあります、まあ、なければ、まあ、セヤでやってる以上はあの目標としているところなので、お子様がいなければあのそこを目指すところではあります。はい、行けるもんなら行きたいです今行ってるんであの羨ましく眺めてます。中断期間でもあるのでフィジカルところをやっぱり練習量が少ない中でやっていかないとっていうところもあるので、まあ、他のクラブからしたらちょっとまあ練習量が若干劣るところがあるので、まあ、その練習内であの強度を高く、しないと試合には勝てないと思うので、今すごい上げるトレーニングをあのしてくださってるっていうところはあのすごいチームとしてはプラスなところがあって、はい、まあ、自分的にも、まあ、子供がいながらやってるんですけど強度が高い練習内容っていうのがちょっと自分の中ではすごい心地よくて、体がめちゃくちゃしんどいんですけど、なんかその試合に勝つためにやってるっていう感覚が自分的には地上ではないところの域に行ってるから、体はしんどいんですけど、はい、気分は心地いいっていう感じのところにはいってます根っからのアスリート、まあまあ、負けたくないっていうのはあるので、まあ、そこを極めるのにさらに趣を今はその子供がいない時よりはあの趣を置けないので、やっぱり子供がいると子供中心になって子供のことがやっぱ第一になってくるので、はい、まあ、練習もちょっと子供の体調悪かったりしたら休まないといけないというところはあったりしちゃうので、はい、まあ、それは自分が子供を産んでやるって決めた時に、はい、やっぱり子供をほったらかしにするっていうのは私はやらないって決めてたので、でもその中で自分がやらせてもらってるっていう感覚と強度が高いっていうのがすごい今バランスが良くて、だからめちゃくちゃ体は痛いし体はしんどいけど、終わった後の疲労感とか内容の成果反省とかを考えると自分的にはすごい心地いい空間に行ってます。そこからまた高めていけたらなと思って、それがあるから育児頑張れたりとか仕事頑張れたりとかっていうところはすごいあるから、なんか自分的にこの強度が高いトレーニングってプラスになってる。そうなんだ